岩崎伊佐夫岩崎伊佐夫2月25日1927年1月18日は、日本の政治家、衆議院議員、弁護士、弁理士。属籍は、静岡県市族、静岡県寸東郡清水村八幡田の人である。三島大社のネギ岩崎元公の長男。家は代々八幡田神社の社手の平だったが、父の代に至って、三島神社のネギを兼ねた。 静岡県尋常中学校、第一高等学校を経て、東京帝国大学に入る。在学中には、各大学の同志と共に青年川新協会を、組織してその幹部となり、雑誌、川新の編集主任を務めた。1903年、東京帝国大学法科大学仏法科を卒業、同年高等文官試験に合格したが、官解には入らず弁護士、特許弁理士となった。 弁護士となって、より諸者の公開において、常に、壇上の人となった。1906年、東京弁護士カイツ議員となり、1911年、日本弁護士協会理事に選出された。その他、第日本養殖社長、広根公選、厚み養魚獲監査役、寸ン新聞社取締役などを務めた。また二道公爵課、伊藤銀行などの法律顧問も務めた。 1912年、第11回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。さらに、第13回から第15回まで、連続当選を果たした。立憲政友会幹事長、同会総務を務めた。1926年、松島遊郭議国に関わったとして起訴されたが、判決前に病死した。住所は、東京麻布本村長、芝沙羅御長。ありがとうございます。